リットは相手にないですよね。いいじゃん、この車椅子2台がこう入ってるのもまた新しいから顔がでっかく見える私はこれ右左どっち？右かな。今来たとこ戻るといいと思います。このさ、一番初めのスタートが分かんないんだよね、毎回毎回ナビ。はい、じゃあ函館の差別問題函館市の差別問題についてお話ししていただいて何何何、え、でもそれ言われんの？そのなんていうの、だ女はまだ結婚、ん、男も女も結婚して1年前、うん、私が女だからか言われてんのか、うん、でも私個人だから言われてるのか分かんないですけど。え、直接？直接ですね。え、結婚してないと一人前じゃないよみたいな。え、なんかそこまではっきりは言わないですけど、うん、結婚してないのか、ああそう、やばー。言うと私まだ25なんですけど。あ、25ですよ。そんなんなんだっけ。でももうちょっと上だと思うちょっと言うてまだ25なんです、うんうんうん、でもやっぱり早い、こっちの人たち早いです、ね、あ、そうだよね、田舎どこでもそうだと思うけど結婚相談所結婚相談所、まあでもその障害、え、でも車い恋愛の話できる？あ、全然いけますよ。え、車椅子というかその難病だよね、はい、難病発症したのって大学生の時だったんだっけ。難病発症は中学1年生です。うん、車椅子使いになったのが大学生、大学3年の時。そう、恋愛した？今まで恋愛したことあります。彼氏もいました。難しい？でも理解してもらえることとか、付き合いした人が1人だけなんですけど、うん、その人は理解があったので、うんうんうん、あまり苦労してないです。うん、ただ今結婚願望あんの？ないいつかはしたい。なんか結婚っていうよりも、うん、なんか死ぬ時に一緒に楽しく過ごせる友達みたいな、うん、友達みたいな人が欲しいなぐらいにしか思ってないので、結婚したらしたでいいだろうし、そうじゃなければ別にいいかなみたいな、なんか何とも言えない感じです。あれは子供は？子供は産みたいとは思わないです。そうなんだけど、その恵まれないって言ったらですけど、うん、親のいない子供たちを将来引き取って育てたいなっていう思いはあります。お、里親大歓迎ってこと？はい、あ、いいじゃんいいじゃん。里親逆にだって里親になりたいっていう人がやっぱまだまだ少ないから、里親制度ってもっとこうなんだよっていうのを広めたいなっていうのがあるし、私もNHK のさ、なれそめっていう番組で、はい、ちょうどその里親になった人たちの回でお話したんだよ。あ、はい、でもその人たちは、はい、まれらしいけど、もうお子さん産みますってお母さんがいらっしゃいます、はい、でもそのお母さんはもう育てないって決めてて、はい、その施設に預けますっても産む時点で決めてたんだっけかな。だからもう本当に生まれてすぐの子を、生後何ヶ月かの子をもうその里親の人たちが引き取ったから、もう本当に途中からじゃないからさ、ほど自分は産んでないけど本当に産みましたっていう時から育ててる分、まあ、何も変わらないっていうし、まあ、それがだから今後大きくなってからどう説明するかっていうのはちゃんと向き合っていかなきゃいけないけどみたいな、まあいろいろあるよね。ちゃんと自分のなんていうのことが分かって引き取る場合と、その赤ちゃんから引き取る場合っていろいろあると思うけど、いや分かる、里親ね、再生だね。え、ただ結婚相談所に行ったことがあると、オンラインで面談を受けたことあります。なんて言われたの？いや、もう漏らずにちょっとガチで言ってみてよ。3社受けて、うん、3社面談受けて、うん、そのうち2社は、うん、なんか勧誘じみたところだったから、うん、いや、うん、この人すごい可愛いからすぐ結婚できるわよみたいなところだったから、うん、うさんくさいなって、うん、正直あんまり相手にしてなかったんですけど、うん、そのうち一社があんまり勧誘とかしない、割としっかり面談してくださるところだったんですけど、うん、障害があるって、その歩
けるけれども車椅子を使っているって言ったら、うん、その障害者と結婚するメリットは相手にないですよね、あなたは選ばれないですよ、うん、って言われて、その結婚相談所ってやっぱりそのスペックで相手を選んだりするじゃないですか、うんうん、だったらそうなるとどうしても不利になっちゃうから、結婚相談所では結婚できませんって言われて、それでどうしても結婚したいのであれば、うん、アプリを使うしかないですよ、うん、って言われました、うん、周りの障害がある人、車椅子ユーザーのお友達とかで、うん、結婚されてる方いますかって聞かれたんですよ、うん、で何人か友達とか知り合いとかいますけど、うん、結婚してる人って本当1人2人くらいしかいなくて、うん、ほとんどが独身ですって言ったら、うん、ですよねそれが現状ですって言われて何ですか、え、有名な感じ、その結婚相談、いや全然ちっちゃいとこです、あ、そうなんだでも別にオンラインだから、うん、事務所は別に函館とかじゃないってことだよね、はい、東京かどうか、えぐいね、いやまあ分かるよ、その選ばなきゃいけないっていう中で選択肢がどうしても外されそう、なんか逆に言い方はとてつもなく悪いが、変に おだててというか期待を持たせてお金巻き上げる、入会費かかるわけでしょ登録費みたいな、なんかそういうのでお金を無駄にさせないっていうすごいポジティブな考えもあるよね、あるけどでも言い方がえぐいなって思うけど、需要ないってはっきり言われるとぐさっときますよね、はい、でもおいマッチングアプリ始めたけどさ、はい、1ヶ月間くらい経ったけど、はい、結婚とまだ結婚踏み切れないけど願望はあります、はい、だから恋活と婚活の間くらいのアプリと、はい、もう本当に結婚の方が強いです、結婚したいですっていうアプリ2つ入れてんだけど、はい、どっちもいいね来るよちゃんと、本当ですか、え、プロフィールに車椅子って書いてる、もう全然車椅子乗ってる写真バンバン私は上げてるし、なんならだってもう YouTube してるからYouTube してますみたいななんか見たことあるかもしれないですけど、あのちゃんと真剣なんでよろしくお願いしますみたいな感じで書いてて、実際やっぱ見たことありますっていう人が多いけどね、見たことありますだからこそちょっとこう抵抗なく来てるのかもしれないけど、でも見たことない人もいいねしてくれてるから、そのマッチするかは別の問題です、私の好みもあるからね、はい、別としてちゃんといいねくれてる分、はい、別にそんなに、だって逆に多いの周りはさ結婚してる人多いんだよね、車椅子の人、そうなんですか、うん、多い、なんかこの今回の札幌北海道旅もさ、帯広千葉エリナを結婚してます、だからすごい旦那さんいいなって思ってさ旅 しました、で札幌をこの前行って、あさみさんっていう人がインスタでもつながってるって言ってたけどね、サブスポットっていうの前 YouTube やってたんだけど、その人も結婚してるから、結婚してから車椅子になったっていうパターンじゃなくて、車椅子になってから結婚してるっていうパターンだからいいなって結婚、そうね、俺も子供が欲しいんだよ、自分のですか、そう、なんか遺伝子残してみたいな自分の遺伝子、なんか自分もどういう子育てするんだろうなって気になるし、まあ、妊娠ってどんな感じなのかなっていうのも気になるし、私が育てた子供ってどんな子供になるのかなっていうのも気になるから、なんか子育てしたいから、まあ、結婚したいっていうのが強いかなって思うね、だから別に最悪だから離婚とかもなんな抵抗ない、はい、それはわかりますね、はい、だって結婚生活って難しいと思うよ、よう何年もずっとさ同じ人といれるなって思うもん、私1年間同棲してたことあるんですけど、うん、1年間でもう本当に爆発しそうでした何十年もってなると結構大変ですよね、他人と生きるって大変だしさ、うん、だからなんかその私は分かんない、今の生活ってほとんど家にいないというか、うん、福岡もいる山形もいる、その他県でこういろいろ行くってなるから、うん、ずっといるわけじゃない分、うん、旦那さんがずっと家にいて私がたまに帰ってくるでいい人だったらいいし、旦那さんも
例えばじゃあ自衛隊の人とかも家にいないっていうから、あちこち行ったりとか忙しくて家にいない、自分のらの予定がある時だけ一緒にいますみたいな感じだったらよりいいよね。それめっちゃいいです ね。そういう、あ、その結婚っていうかよ、パートナー制みたいなのが理想だから、だから今ねイタリア人とマッチしてんで、そう、来次の次の土曜日に会う。あ、すごい。いや、わかんない、全然まだ何のときめきもないんだよね。でもなんかやっぱイタリア人は愛が大事らしくて、なんか私はお金も大事だって思ってる人だから、はい、やっぱりこの年収とか書いてある中で年収低い人、どうしてもちょっとごめんなさいって感じなんだけど、お金と愛どっちが大事だと思いますかって聞いたの、イタリアの人に。そしたらやっぱり愛が大事だって。でなんか仕事をたくさん、その人はなんか弁護士資格持ってるらしい、本当か分かんないけど。でやっぱそのでもストレスをすごい抱えてしまうと、うん、で体を壊して逆流性胃腸炎とかになってるみたいなこと言うから、だからあんまり仕事するのも良くないから、お金っていう考えではないみたいな感じだったのね。でもいや確かに別にお金って言ってるわけじゃないよって、お金も大事って、子育てする中で子供に貧乏な思いさせたくないからお金も大事だよ、うん、愛も大事だよって言ってるだけだよって、ね、っていう話をしたら日本人的な考えですねって言われた。お金がすごい大事なのは日本人だねみたいな。ちょっと片言なんだよまだ、本当来たばっかりでさ、日本に伝えたいことが伝わってるかって言ったら微妙だけど、でもなんかすぐねやっぱプレイしたくなるらしい。でもそういう生き物ですって自分でイタリア人はそういう生き物ですみたいな、なんか常にイタリア人はそういう生き物です的な感じがあるけど、申告してくれるだけありがたいです。いやいいよ別に、なんかそういう行為がすごい苦手なわけじゃないでしょ俺も。いやいいと思うけど、まだ会ってもないよっていう話じゃん。会ってもないし、その会話が分かんないから電話もしてないし、そう電話もしてない、声も分からない、怖いよね。ドキドキですね。すごい声高かった。でも海外の人で声高いってイメージあんまりないけど。でも駐車場どこか知ってる？一個だけか。うん。ギリギリセーフやん。お願いします。